最初に行ったのはフィリピンって国に行ったのよね。うん、フィリピンって知ってる？うん、あ、何で例えたらわかるのかしら。フィリピン、バナナじゃなくてフィリピンといえばマンゴーじゃなかったかしら。マンゴーが有名な国。うん、どう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 、フィリピン、フィリピンや、ペソ、ペソ、フィリピンってすごい物価の安いお家ね。お家じゃない物価の安い、場所ね。そうそう、そこね。で、フィリピンに留学した時に、なんかとんでもない学校に入れさせられて、お父さんに。なんか、お父さんが、こう、なんか、今日からお前はこの学校に入れって言われて。で、なんかお父さんの説明も説明なんだけれども、いや、この学校は、なんか、厳しくて牢獄のような学校だから、身を気を引き締めろよって言われて、そんななんかや、え、そんな、なんかすごい学校なのって思いながら行って。で、行ってみたのよ。お父さんもバイバイして、で、なんか車に連れ去られるように、その学校に連れてかれて、で、学校に着いた。で、学校の校門みたいなの見たら、本当に牢獄みたいなの。もうなんて言うのかしら。こう、なんか、すごい、鉄じゃなくて、石の、こう、壁がグワーってなってて、でも、すんごい高い壁になってるのよ。ベルリンの壁的な感じ。ベルリンの壁的な感じなのが、ジャーってなってて、で、学校中囲んでるわけよ。で、しかも、それだけじゃ収まらずに、その、ベルリンの壁みたいな、壁の上にさらに、有刺鉄線ちょっとよくわからないんだけど、それもついてて、あ、この学校本当にやばいやつだわ、と思ったの。うん。入ったら、案の定、本当に、もうひどかった。ああ、もうひどかった。もう本当にひどかったの。って話をしようと思ってた。でもちょっとこの話で気を悪くされたら申し訳ないと思って。ちょ、いろいろやばいから。うん。で、なんか、まず最初に気に食わなかったこと、なんか愚痴みたいになっちゃう。いや、そんなことはないのよ。私、その学校、今となっては好きな学校だからね。そう、今となっては好きな学校よ。で、まず最初に、外出禁止。外出禁止なの。っていうのも、私はね、まあ、18歳未満だから、18歳未満は外出禁止っていう禁止令があって、それで、大人の人と一緒じゃないと、外に出れませんって感じの学校なのよね。だからもう、最初の一週間、ずーっともう、一回も外出ずに、もうその牢獄のような学校の中、ずーっといて、ああ、って思いながらいて、で、お父さんにね、お父さんもね、フィリピンにね、滞在中だったの。それなのに、私をその学校に入れたのよ。ありえなくない？お父さん。で、お父さんにね、メールで、お父さんも、この学校嫌だよーって、もう嫌よ、この学校って、もう、この学校いるのはもうそう仕方ないから、もうせめてもの休日だけでも、パパと一緒に、出かけたいって言ったの。そしたら、お父さんが18歳未満外出禁止。で、大人の人と18歳以上の人となら、まあ別に、ね、出歩いていいよって学校だったから、じゃあ18歳以上の友達作ればいいんじゃない？って言われて。はい。そうなんです。18歳以上の友達を作れってことになりました。パパー本当にひどいパパ。もう、パパの愚痴大会みたいになってる。うん。で、その後に、そう、それだけじゃないの。その学校のひどいところ、ナンバー2、食事。何がひどいか。いや、食事と言ったら、まあ、美味しくて、でも素晴らしい、もう心の拠り所じゃない？だって、外出できなくて何をする？学校で何をする？勉強をする？いや、勉強楽しくない？じゃ、何を支えに生きていくかって言ったら、やっぱり食事で生きていくしかないのよ。で、食事。バイキング制ね。そう。いや、
バイキング製ね、最高じゃない？最高よね。ね。いや最高なんだけど、ね、お皿が、鉄皿、鉄コップ、まるで牢獄。考えてもみて、鉄のお皿に、鉄のコップに。はいはい、さらにさらにまだあります。その、バイキング製のね、ご飯がズワーって乗ってるわけよ。こうなんか板みたいな、板みたいななんか置物に。で、なんかそれをみんなが取ってくんだけど、ご飯に、ハエが飛び交う。ふっ！あー最高ね！もう最高ね！あ、もう素晴らしい素晴らしい！なんて見事なことなんでしょう！もう、おびただしいほどのハエの、群れが、食事を襲ってく。ふっふっふ！あー、美味しそうだなーって言ってね。まあ、しぶしぶ食事を取るわけですよ。鉄皿、鉄コップに。鉄コップに水を入れて、で、鉄皿に食事を入れるんですよ。で、はい、席に行って食べよう。はい、席に行って食べよう。そしたら、さらに食事中もハエが飛び交う。そう、食事中すらも、ハエは、私に、心の休まる場所をくれなかった。もう、ハエを許さない。しかもね、日本のハエって言ったら小さいじゃない？豆粒みたいじゃない？消しカスほどの小ささじゃない？で、フィリピンのハエと言ったらどのくらいの大きさか想像してみて。どのくらいの大きさだと思う？親指の爪。いや、親指の爪くらいって言った。例え方が汚い例え方が汚いわよ。何言ってるの？チョコボールを4分の1したぐらいのハエの大きさの、大きさのハエたちが私の食事中に、こうね、もう飛び交ってくるのよ。もう我こそが先に食事を食べようとね。いや、これ私の食事だからって。そう。で、追っ払っても追っ払っても数が多すぎて追っ払えないっていう。ふふ。っていう感じの生活を送っていました。でね。私、それ、どんくらい生活したかっていうと、まず、2ヶ月。2ヶ月、お父さんに生活しなさいって言われたのよ。はーいって。まあでもね、まあ、その後、まあ良かったことはいろいろあったのよ。例えば、食事。食事はね、まあハエが確かにたかってたけど、まあでも朝食のパンだけは美味しかった。朝食のパンだけは美味しかったの。もうシュガーがたっぷり。たっぷり入ってて、もう美味しくて甘くて素晴らしい。ちょっとハエが止まってたけどね。まあね、もうそこは気にせずに、そう。だんだん慣れてくわけですよ。で、2週間目には友達もできて。で、一緒に、まあ、一緒に出かけたり。もう初めてのショッピングも、もうすごい楽しかったしね。私、フィリピンで、やったことの、一番記憶に残ってる思い出が、なんかこれ言ったらと、本当になんかえげつない話なんだけど、食事がね、あれだけひどいって言ったじゃない。だから、私もう食事、給食場で食べたくないなと思ったのよ。で、なんかね、もらえる食事があるわけよ。なんかまず最初に配給されるものが、トイレットペーパー、カップラーメン、歯ブラシを配給されるのよね。で、それで私はカップラーメンもらえたからカップラーメン食べようと思ったのよ。で、お湯沸かして、で、食べようとしたの。なんだけど、なんかその場に、歯ブラシじゃない。カップラーメンは配給されたのにもかかわらず、箸は配給されなくって、だから私、そこにあった配給された歯ブラシを使って、カップラーメンを食べさせていただきました。最後まで話聞いてくれてありがとうね。
お嬢様のイメージが崩れた？なんでよ。私はいつでもお嬢様よ。箸でなんか、ラーメン食べたりしないんだからね。また、放送でお会いしましょう。アツルージュ。